以上、手です。おめでとうございます。よかったね、雨やんで。はい。雨やむと何が困るって、頭が広がるんだよ。勘弁してくれよ、ドルさん。雨男です。はい。はい。乗った飛行機は飛ばないし。二人で吉木君に行ったんですよ。こう。で、じゃあ俺生姜焼き定食でつって、はいっつって、トールさんが、じゃあ朝定でそれ10時からですって言われて、じゃあ牛丼でそれ11時からですって言われて、じゃあ何だったら食えるんですかって、それ以外ですって言われて、っていうタイミングの悪い人なんです。でワンマンですか、東京でやるのは久しぶり、久しぶりです。ただいま東京。うかつにもライジングで、あの僕あの住民票を北海道に移しますって言ったんですけど、やっぱり東京が最高です。東京ラブで、コンビニ行ったら9ミリ流れてるし。そう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 、流れてるしさ、南口歩いてたらあのあそこに映ってるしさ、そのたんびにチッって舌打ちしながら、冗談じゃねえ。そんな毎日です。はい、頑張ってます、頑張っていきます。じゃあ行きましょう。
We'll be right back.
ろそろ飽きてきた？飽きるよね。飽きてきたらなんかもう勝手に歌っちゃってください。なんか、はい、だいたいってだいたい合うんで、コード的にも言っちゃった。またピーって入っちゃうな。今日のなんかまた取られてあれ？いいですか、このコーナーが僕のライブなんですじゃあ河野さんになぜ綾波ティーかを語ってもらいましょう。どうも、ご存知の人も多いかと思いますが、僕は河野と申します。よろしくお願いします。あ、今日前さこいつさ話面白くないよねよく思うんだけど本当は。で、なんで綾波 T かっていう、あのこれ本当に面白くないんですが、なんかビームス行って、あ、この T シャツいいなと思って店員に、これって別になんかこう秋葉系とかの T シャツじゃないですよねって、普通の人が聞いても大丈夫ですよねって、僕わざわざ確認までして、なんかうっすらエヴァンゲリオンみたいなのは知ってて、でも僕エヴァンゲリオンとかすごいよく分かんなくて、 RD 戦の位置とかよく知らなくて、そういうので、秘密が面白いっていうのは知ってて、ですいません、うちはネタで、それで店員に聞いたらもう全然大丈夫ですよっつって、なんかこういう T シャツとか着てても全然そんなバレないですからって言われてまさかエヴァンゲリオンとかバレないですよねって、僕その尺が分かんないから、その尺っていうかどのくらいヤバいかが分かんなくてで、PV 撮る、僕 PV これ着て出てるんですけど、今日だから悔しくて着てやろうと思って、それで PV に行った時、この3人も大丈夫だよ、全然大丈夫っつって、そんな影響力ないからっつって着て出たら、メールが殺到さ、なんで河野さんは着てるんですか、すごい好きなんですかみたいな、知るかっつー、本当怒りを、でも今後は着ていこうと思います。そんな手ですけど、よろしくお願いします。アスカだったらアウトだったねギリギリセーフでアスカだったらアウトだろう。え、いや俺はアスカ派なんですけど、まあ、じゃあやりまーす。
で、あれ裏で、あれ、トルワトルワっていなくなってんすよ。誰かトールさん知りませんか。叩くか、千尋。やっちゃう。印象的に NG で。やります？じゃあやりますね。懐かしいやつを。